ハミミキでーす。はい、前回の動画に引き続き今回はですね S660 の、アルファ、はい、お車紹介していきたいと思います。見た目からして、まあ、このね、青とかの色も、アルファ限定の色なんやけど、早速ねちょっとそういう外装のお話から入るんやけど、まあ、アルファとベータっていうねグレードがあって、その上にね、なんちゃら X みたいななんかあるよ、スペシャルモデルみたいな、なんかそういう一番上のやつと、あとは上級グレードのアルファで、その次のグレードでベータってあって、まあ、マジ数学みたいな数学みたいなやつなんやけど、まあ、なんかそんな感じ でアルファが、ボディのカラー展開が7種類ぐらいあって、で、ベータの方が3種類っていうね、まあ、まずその時点で差がつけられるっていうね、そういうお車になっております。はい、はい、でアルファならではのパーツとかいろいろあるので今から紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず外装からいきます。まあ、前から見た感じ、何やろ、選び張ってるみたいな見た目ですね。どう？え、てかちっちゃい、面白い。全長がさ、全長も3メートルぐらいしかない。ああ、ちっちゃいね。多分3メートルやと思う。3メートル。で、まあ、前もね、まあ、ミッドシップエンジンなんで、うん、ここはね、エンジンも何も入ってない、そっからパンなんよ。せっかくなんで開けてみましょうね。はい。出て。なおちゃん、来て。来て。あのここがね、このドアノブもね結構デザインが凝ってて、あの NA ロードスターみたいにこう指をね入れて、あ、なんかさ女性に優しくない、なんかネイル、あ、ネイル入れやすいっていうね。はい、まあ、こんな感じで開きます。て一緒やね、ロードスターと、うん、そう言われてみたら、そうそう、まあ、内装の説明は後でするけん、まあ、ちょっとこんな感じで、はい、うん、ホロも開けてみようか。開けましょう、開けましょう。あ、ドア閉めないけんらしい。閉めろって。ホロの開け方なんやけど、うん、中にね、うん、つまみみたいのがいくつかあって、うん、ここにまずこうカチャンってするところがあって、うん、多分これ多分これこれそれこれかな、これカチンってして、うん、でこれもこれも取るんよね、やば、手しか映ってない、どうしよう手しか映ってない、どうしよう、だってこれも これもこれも取るんやったと思う。はい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 。はい、了解了解。はい、こうね。こうね。はい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 。で、こっちも。こっちも。うん。こんな感じで。はい、開けていきまーす。はい。で、NA ロードスターとかやったら、車内から、ホロをね、ポンって後ろに、もう、なんか、ポンって、まあ、放り出せば、ホロを開くんやけれども、まあ、S660 の場合は、そうもいかなくって、一回外に出らんといけんだよね。失礼。はい。失礼。で、こうやって、一回ね、はい。え、すごい。こんな感じなんよ、開き方が。横？そう、こうやってね、くるくるせないけんの。こう、くるくるって。すごい。こうして、横何回も言うなって、ね、横こうやって、え、すごっ、こうくるくるしてね、うん、屋根が開くわけよ、すごい、こうしてロードスターしか見たことないけど、いや、そうよね、
まあ、ちょっとあの入れないといけないけど、お風呂を入れるね専用のゾーンがあって、うん、入れ物が前にある。そうそうそう、オープンします。お願いします。はい、はい、よいしょ、じゃーん。あ、ダンパー式やん。めっちゃ楽。見て見て、めっちゃ楽。立てんでいい、めっちゃ楽。え、立てるのないうち。めっちゃ楽ないの。楽やね、すごい。いや、あれじゃない、そのなんか立てるのがなんかそのない理由っていうか、このダンパーがついてる理由は、うん、おそらくないんやけど、あのフォローを直すときにね、あの収納しやすいようにじゃないかな。勝手にこう独立して開いてくれたらね。で、ここがフォローを入れる場所です。はい、ここです。うん、はい、待ってね、すごいね、すごいよね。前にエンジンないの初めて見たかもしれない。いや、すごいよね。めっちゃ感動しとる、すごすぎて、ね、これを、うん、入れる感じ。そうそうそう、こうやってよいしょみたいな。めっちゃ重そうやん。して、うん、よいしょってな感じね。うん、収納して、そしてカチャンとしたらね、オープンになります。そうそうそう、これで晴れてオープンかよ、すごいねー。でもさ、ここにさ、このフォローのさ収納スペースがあるけんさ、あの荷物が乗らんわけよ。荷物がね、トランクがないです。ない、はい、もう実質もうトランクがない。だけ荷物乗せるところがないやんって言って怒るような、うん、あの人は、うん、ちょっと S660 まで向いてないのかもしれん。ね、うん、顔やろ顔。はい、はい、でね、オープンにしたら、まあ、こんな感じのボディですね。はい、ここだけがパカーンって開いて、まあ、後ろもね、ここはまあさすがに取れないので、こんな感じのボディです。はい、で、横に回っていくと、まあ、デザイン的に一番目に行くのが、まあ、多分ホイールやと思うんやけど、うん、はい、このホイール、ね、アルファならではの、デザインになってて、白とね、あ、違う、シルバーとブラックの色使いになってます。で、これがベータになると、うん、シルバーだけ一色なんやけど、2色で使われてる。なんかやばくない、なんかやる気のあるタイヤないけど、これネオバー、ネオバーいいタイヤやん。いいね、後ろ行ってみましょう。はい、後ろはね、まあ、まあ特に、まあ、S660 ですねって感じの見た目になってます。でね、ミッドシップエンジンなんで、はい、ここにね、見て、ホンダって見えるよ、ここに。すごい。いいね、いいね。ホンダって見えてます。エンジン開けてみる？お、ね、見たい。ね、どうなったかな。ここね、いきまーす。はーい。でこっちかと思った、こっちかと思った。いや、ここね、違うんやね、こっちからね。どっから開けるん、これ。あ、ここ、こっちかな、ここが上がった。うん、あ、オッケーオッケー。じゃあ、ウィキさん開けまーす。はい、お願いします。はい、はい、あ、ここに引っ掛けるのが、あー、あるやね。うん、いきます。はい、あ、すごい、わ、すごい。後ろにこれは、これは、立てる棒があるはず。これね、どれ、あ、それ、うん、多分これ、うん、ここね、はい、ご丁寧に矢印も書いてますからね。すごい、ミッドシップ。でもこれさ、夏めっちゃ暑くない？暑いよ ね、 ね、だってさ、エンジンがここでさ、一番暑くなるところでさ、それを背中で感じる。そして、まあ、シートヒーターとかつけたらやばいことになるよね。絶対暑いわ。でもね、やっぱ軽自動車っていうだけあって、ちょっとね、エンジンがコンパクトで可愛いですね。はい、見て、こっからなんか太鼓とかも見える、マフラーの。お、
こかな。かっちょいいね、なんかすごいね。まあまあまあ何回もいいけど荷物が乗らないね。これで大丈夫。ここ、うん、そこ OK OK、 はいはい、じゃあそれでは S660 の、アルファマフラー音聞いてみよう。まあこれ純正なんかな、マフラーセンターだし、センター一本だし、はい、まあいいね、かっこいいね。なんかセンターだしって言ったら、なんかミニの、うん、ミニのローバーミニ、ローバーミニとか結構センターだしが純正とかじゃなかったかな。なんかかわいいね。かっこいい。ちょっとエンジンかけてみます。お願いします。はい、感じでどう、まあでも静かよね。静か、うん、うるさいけんね、私たちが乗ってる車ね。あ、うるさいけんね。あ、私たちって言ったけどさ、なお今度どうな、愛車紹介、愛車紹介ちょっとしちゃう。どういいよ。ちょっとね、愛車紹介見たいなっていう方、うん、はい、ぜひ皆さんコメントお待ちしております。お願いします。はい、なおちゃんのかっこいいドリシャ見たい人コメントよろしく。多かったらね、多かったらする、うん、多かったらね、動画撮影しよう、しよう。はい、じゃあ、最後に、内装ね、内装を撮ってみたいと思います。はい、はい、失礼します。はいはい、まあ、まず、まあ、軽自動車っていうのがあるけん、ちょっとね狭いっていうのがあるかな、うん、まあ狭いけどウィキさんぐらいのサイズやったら普通に快適に運転できるぐらいのスペースは、運転できるスペースはあります。ただ何、ゆったりはできんね、うん、ドライブに行くぞって気持ちで乗らんと多分、うん、疲れた時に多分ね、これシートも倒せんし、そうね、うん、これ固定なんかな。でね、これ純正のシートなんやけど、うん、かっこよくない、純正のシート。かっこいいね。ね、なんか真ん中にこういうなんか点々がついとって座り心地よかった、すごい。うんね、ふかふかしと思って、ね、うん、ここもね、これは革っていうのかな、革じゃないかな、ちょっと質がいい感じ、うんうん、でセンターコンソールがめっちゃちっちゃいここしかない、めっちゃ詰め込まれと、ここにちっちゃい、うん。でシフトノブも周りが革の、ここが鉄みたいなね、うん、で意外とね、ドリンクホルダー、はい、こんなところに、これはアフターパーツなのか、これは純正なのかちょっとわからんけど、こんな感じ、ここにもありますね、ここにもありますね、あ、ここにも、これアフターパーツじゃない、これ違うんかな、あ、エアコンのこれ吹き出し口かな、ここに、これ、うん、おー、ね、すごい、このとこにあるよね、うん。でこのね、サンバイザーめっちゃかわいい、ちっちゃいね。でね、純正でもうツイーターもついとるんよね、うん、このオーディオ類ツイーターね、ここも、ここ、うん、そうそうそうです、はい、ツイーターもついてますね。でここの生地もかっこいい、うん、かっこいい、何柄っていうかな、これゼブラゼブラ出ました。はい、座布団1枚かっこよくない、この一周ぐるって急旋回転のとこまで針がビッて一回なって戻るのめっちゃかっこいい、めっちゃ速いスポーツカー、ビビッと。最後にこの動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。コメントたくさん待ってます。で、ウィキチャンネルもっともっと YouTube 頑張ろうって思いますので、応援してくれる方はですね、はい、2回言います、チャンネル登録よろしくお願いします
それではまた次の動画で会いましょう。おつゆきでした。カメラマンなおちゃんでした。またね。バイバイ。バイバイ。